はい、まあ、昨日はね 24H2、まあ、なんとかできたんですけど、今日またですね、あの Windows アップデートですね、まあ、2回戦ということなんですけど、まあ、昨日は昨日で 23H2 で失敗しています。それで 24H2 にしたんですけどね、今回のはフレームワークの方がKB5044030、 そしてまあ 24H2 の累積更新が KB5044284、 そして今フレームワークの方はインストール 0% です。そして累積更新の方はダウンロードが 8%、 6% か 6% ですね。これもなかなか大変そうですよね。現在の時刻は7時53分ぐらいかな。どうなるんですかね。はい、8時15分です。ま、上のね、まあ、フレームワークの方が再起動の保留中になりましたね。そして下の、まあ、24H2 累積更新。まあ、ダウンロード 6% から変わりません。なかなか大変そうだね、これもね。はい、時刻は9時15分。なんかね、累積更新の方がね、インストール 26% ま、28% までいってますね。これはなかなかいい傾向じゃないですか。はい。インストール 45%。もう、10時2分前ですかね、3分前ですかね。こりゃ大変だ。はい。10時20分、インストール 45%。なかなか大変ですね。はい。10時44分、インストール 61%。なんか時間がかかりすぎですよね。また失敗するんですかね。はい。11時15分。インストール 61%。 進みません。朗報です。インストール 81% までいってます。あれから 20% 上がりましたね。11時26分。まあまあ、はい。11時38分、インストール 94%。 もうすぐだね。いやー、すごいすごい。はい。11時45分、95%。あと 5% ですね。こりゃ大変だ。はい。11時48分、インストール 97%。あと 3% ですね。なかなか大変だね。はい。もう再起動の保留中になってましたね。それじゃあ行きますよ。11時53分。今すぐ再起動。1% 完了、2%、3%、5%、7%。再起動がかからないぞ。
はい、どうにか再起動していますが出ましたよ。12時12分。再起動、再起動。ああ、ブラックアウト。NEC、NS700/J。おう、31% 完了。こっからは早いはず。40%。10% 刻みで5、6、7、8、9、100ってそんな感じになればいいんだけど。半分来ました。そんなに急いで97まで来なくていいのに、なんでここで。まあ、こんな Windows アップデートを眺めてる人なんていないよね。100% になりました。ロック画面出てきますかね。100%、12時25分。もう少し引いとこうか。こうしとけば時計の表示が出てくるでしょう。
12時27分、10月10日木曜日。もう少し。じゃあまたピンを入れて、更新の履歴のとこまで行きますね。まあ、すぐピン入れちゃうと、なんていうかな、あれかな。下にあるアンダーバーっていうかな。アンダーバーが消えてるんですよね。はい。ピンを入れてね、まあ、デスクトップまでやってきました。まあ、アンダーバーもちゃんとあります。設定をしてるんですけど、はい、Windows アップデート。更新の履歴。10月10日 KB5044284 正しくインストールされました。10月10日 .NET フレームワーク、ま、KB5044030 で正しくインストールされました。そうですね。なんか不思議なことにね、ここにね、23H4 がね、H2 がね、載ってないんだよね。23H2 正しくインストールされました。23年11月1日だ。なんであれなんですかね。不思議だよね。よいしょ。設定。この押してからの反応の遅さ。システム。バージョン情報。ここですね。バージョン 24.24H2 インストール日10月9日昨日 OS ビルド 26100.2033 おー、ビルドもちょっとアップしてますね。この定期更新で。昨日はね、最後の4桁がね、1742だったんですよ。それで今確認したら2033にアップしてますね。そうなんだね。それではね、まあ、今回はうまくいったということで、よろしいでしょうか。あ、そうだ。ホテルムンバイ見なくちゃならないんだ。じゃあ、この辺にしときますね。それでは皆さん。まあ、今回はね、昨日失敗した、まあ、10月の定期更新、24H2 に、まあ、バージョンアップしたらうまくいきました。これはなかなか嬉しいですね。でも、ほとんど、もう、4時間半、もう5時間近くかかりましたけどね。これも、もうおかしいんでしょうね。普通の定期更新で5時間近くかかるなんてね。それじゃ、ごきげんよう。さよなら。